ただ一度だけで戯れだと知っていたが、もう会えないこと知っていたけど、許したのよ。そうよ、愛もひとときの、その場限りの、幻なの。あなたと私が美しければそれでいい。そうよ、愛は男と女が傷つけ合う、触れ合いなの。今あなたと私が美しければそれでいい。
ちゃんと来たの。わざわざ届けてくれるんだよ。泣いてるテープに乗って、手上げにもらったら最高の日だった。手が食べくれば甘えと言い出し、戻るたびに日が沈む。そういうことにして、まあ、今日はこれで。はい、あ、村山さんが来てくれたな。村山さんが北海道札幌から来てくれて、こんばんはよろしくお願いします。と書いてくれたな。それから、17ライブの方は、これさっぱりわからない。どうなっとるかわからない。やり方がわからない。慣れてないというか。なんかいろいろ出とるんだろうけどね。いろいろはわからんですが。よし、そういうことで、今日も、YouTube ライブと、それから、17ライブをいっぺんにやろうと。こういうことで、まあ、いいか悪いか別にして。で、ちょっとモニターを見ると。それで、これが、うまいこと、まあ、なんちゅうかな。放送されてるかどうか、いうことを見るわけだ。あ、いいか。これいけるの？よし。まあ、いけとるな。なんとか。モザイクがかかったようにもなってないでいいな。よしと、それで、まあ、今日は、何日かというと、ちょっと待ってね。2021年4月の23日金曜日ということで、まあ、この前、何だったかな、4月20日だな、に買ったと、ビットコインを47,200円買いました。それから、ビットコイン47,200円、それからトロンコインってやつね。トロンコインって言うと4万4000円ぐらい。まあ、合計10万円ぐらい、買ったんだけど、手数料とか、まあ、いろいろいるからね。まあ、こんなものはちょっとね。で、それで買ったら、ドーンと下がった。ちょっと待って。なんか来たぞ。大西常木さんがライブやった。それで、ドーンと下がったと。まあ、そう、まあ、下がってもいいんだけどさ、別に。ビットコインがなくなるわけじゃない。トロンコインがなくなるわけじゃないから、いいんだよ。また上がってくるでいいんだよ。まあいいんだけど、まあ下がるなんてことは全然気にしとらんけど、まあ、どっちでもいいんだけど、まあ、とにかく3年ぐらいはもっと、まあ、3年ぐらいはずっと持ってるつもりだから、もう上がろうが関係ねえと、もうどっちでもいいと、こういうことです。それで、まあ、これからどうするかっていう話だね。まあ、仮想通貨とか、まあ、暗号資産っていうんだけど、これから、ま、どうしようかということで、まあ、やっぱりこの1、2、3、4つぐらいを中心にやっていこうかなと思って。やっていくっていうオーバーな、やっていくなんていうオーバーなもんじゃないけど、まあ、ビットコイン買うならね、まあ、ちょっとお金に余裕があったら、ビットコイン、エーダ、ファイルコイン、ステラルーメンと、この4つぐらいを、ね、買う予定って、それだけのことで、うん。まあ、そのぐらい4つぐらいで、まあ、ちょっと3年ぐらいやって、もうちょっとすぐ変わるでね、自分は。すぐ変わる、意志が弱いから、すぐ変わっちゃうでいかんけど、まあ、そういうことで、一応、今日のところはやっていこうかと
こういうことですね。それから、まあ、露店というのは、露店商ね。露店商を手伝いやっとるから、で、6のつく日がかさでら観音。だから、次は26日、かさでら観音。それから9のつく日が中村公園。それから5日と13日が高勝寺。これ、名古屋の矢事ね。これ名古屋中村区ね。これも名古屋。これ南区。それから21日が立体寺。ということで。で、この間21日、この間ない、昨日、3日前、高勝寺1日やってきたけどね。まあ、結構な人通り。ちょっと待ってね。船山さん、札幌晴れで外気温が14度で寒いです。14度で。なんで札幌で14ならいいじゃん、そんな。これからももう零下10度とかなるとこだから、まあ、14度ならまあいいじゃない。ちょっとジャンパーでも着とりゃなんとかなるでしょ。まあ、そんな人のことは言われて、いや、こっち暑いよ、もう。本当にこれ日に焼けちゃった、これ。一日で、この間、昨日、一昨日か、日体寺で焼けちゃった、こんなに。真っ黒な人。こういう帽子かぶったけどダメだな、やっぱりな。まあ、ええや。まあ、日焼けが嫌だなんて言っちゃ、露天やれんな。それから、今度、笠寺観音では、夜の露店をやるらしいんだ。電話して聞いた人、いつも会う人ね、電話してどうのこうのといろいろ聞く人が言っとったんだ。6月から、やる予定でおると、夜ね、夜と言っても、午後3時から夜の9時まで露店を出す。まあ、夜の露店をやるって、これ月にね、ちょっと忘れちゃったけどね、第1土曜日とか第2土曜日とかで言っとったな。まあ、うん、で正式に決まったら電話くださいよって言ってあるんだけど、まだ来ない。それでわからんけど、多分やるでしょ。やるっていう感じがする。まあ、結局なんでかっていうとね、露店やる人が減っちゃっとるな、今。お客も減っとるけどね、お寺とか、そういうところ、神社とかね、そういうところに来るお客も減っとる。それから露店は今度はその高齢化でね、露店やる人がもう高齢化も本当どう、ね、80ぐらいの人が頑張っとる。本当に、80の夫婦が2人でね、やっとるとかね、それ結構見とるとある。1日見とっても飽きんよ。本当に、その夫婦二人でやっとるって言うとさ、準備するところからずっとやって、およで、こう、お客、並べてお客さんに売るとこやって、で、次片付けるわけじゃん。それをね、夫婦でやっとるんだから、よくな、まあ、いいなと思うけどね。まあ、喋らずにね、二人でね、黙々とやっとる。で、いつも会うね、まあ、見た感じ50ちょっと過ぎたぐらいのね、干物ね、魚の干したやつとか、煮干しとかさ、それから海苔ね。四角い海苔。ああいうの売っとる人がね、名前知らんけどさ、中村公園で、店が隣なんだな。うちらがやっとる隣で、その乾物屋さんなんだ。そこの夫婦、ちょっとね、50過ぎたぐらいの夫婦でね、もういつもね、見とるとね、仲良くやっとるんだわ。何で、聞いたとあったとか仲いいなって言ったらさ、内情は違うって言って、その表面上仲いいんだけど、中身は違うとか言ってね、やっとったけど、まあ、どこの夫婦でもそんなもんだけどさ、それはそれでいいんだけど、でもね、黒いね、ハイエースのバンね、ハイエースのバンにいろいろ荷物やら、まあ、テーブルみたいなものとかいっぱい積み込んできてね、で、シューッと来てね、大体ね、ちょっと遅いんだ、そこはね。8時ぐらいかな。8時ぐらいに来るわ。遅いわ。もう他のところ店出してまで。で、ビューって来てね。ほんで、そこでパッ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 と二人で、テントみたいなとか、まあ、テーブルとか、わわわわわ作ってないんでしょ。乾物屋さんだから、乾物、干物みたいなのをわーっと並べてね。ほんで、売るわな。ほんだけど、もう12時半ぐらいかな。12時半ぐらいになると、二人でパッ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 って片付けてね、ビューって帰ってっちゃう。だけど、その奥さんの方がね、愛嬌のある人でね。で、来るとね、まずね、みんながその辺の隣近所のときによろしくお願いします、よろしくお願いしますとか言ってね、よろしくお願いしますとか言って、大きな声で挨拶してね、ほんで準備して、ほんで今度、帰るときはね、その辺の店の人にお世話になりました、お世話になりました、お世話になりましたとか言ってね、で、帰ってくる。
綺麗に掃除して帰ってくる。まあまあね、ああ行くでなきゃいかなと思ってね。うん、でもその乾物屋さんはね、中村公園じゃ隣ね。それから、笠寺観音では、どうだろう、直線にしたら30メーターぐらい離れたところに店出したんだ。それから、高尚寺ではね、100メーターぐらい離れたところに店出したんだね。それから、日体寺は、やっぱり100メーターぐらい離れたところに店出したんだ。だから、行くところ行くところでね、会う。まあ別に話はしないけどね、ただ、ああ、来とるな、みたいな話で、ね。まあそういうことで。同じように、大体ね、どこ行っても、まあ、ちょっとバクってしたか、数だけど、5件か6件はあるな。いつも会う、同じところに露店出しとるっていうところが、そういう、刃物屋さんね、包丁とか鎌とか、ちゃんと小切りとかなんか売ってる、売ってるおじさんいて、あれ、あの人も、行くとこ行くとこで会うんだ。店出しとる。あの人もね、80ぐらいの感じ。なんかこう、捕まっとるね、立っとれ、みたいな感じ。80ぐらい行ってると思うな。その、刃物のおじさんね。それから、あと、野菜とか、うん、果物を売っとる人もね、大体同じとこで会うんだな。それが2軒ぐらいあるわ。それから、ね、お好み焼き屋さんみたいな人がある。あれも、そこら中で会うわ。それから、ポン菓子ってやつあるじゃん。お米を、なんか、ガラガラぐるぐる回しながら温めて、ポーンってやると、ポン菓子ってやつね。あれやっとるのも、人も、大体、同じとこで会うな。だから顔見知りがそこら中に。まあ、そんなに話はしないけどね。うん、あ、来とるな、みたいな感じ。で、そういうとこで、腹が減るとね、そういうとこで買うわけ。大体同じような顔見知りのとこ行って、ちょっともう腹減ったとこれ売って、みたいな感じで。買って食べてね。それで続きやる。そんな感じの。ちょっと待ってね。村山さん、ハイエースかなり積みます。そうだよ。もうかなり積めるどころかね、もう、いろいろ工夫してね、長いものとか、ベニヤ板とかなんかそういう、もう積むとこが決まってるわけね。で、そこに、まあ、テントみたいなものとか、テーブルとかなんかも組み立て式になって詰めて、それで、商品ね、売るものをまた段ボールに入れて詰めてね、持ってくるんだ。なんで、こんなたくさんでどうやって積むかしらと思うと、夫婦でパパパパパパッとしまって、ビューと一回ってっちゃう。で、聞いたらね、ほぼ毎日店出してるらしい。今日はあっち、今日はあっち、今日、明日はあっち、みたいな感じで。だから、帰ってくときにね、市場ね、食料品の市場に行って、売れた分だけ追加しなきゃいかんわけじゃんな。それで、帰りがけにどっか寄って、で、仕入れて、それで、あれらしい。一応家に帰ると冷蔵庫があるらしいんだ。そこそこ大きいやつが。で、そこに全部、売るものは入れるって言ってたね。ほんで、また朝ね、どうだろうな。朝、多分4時ぐらいから、積み込んだりしとるんじゃないかと思うんだけどね。ほんで、どっかから来て、また並べて。で、また、バーっと閉まって。で、帰りがけに、食料品の市場行って、バーっと仕入れて。で、家に帰って冷蔵庫にボンボンと入れて、で、ご飯食べて、寝て、それでまた、ビューっと朝積み込んで来るっていう、それを毎日繰り返しておるわけよ。ほんでね、大体が、まあ、そういう、毎日やってる人はね、早めに帰ってくわ。で、わかるわ。だから、ちょっと早めに片付けるとる人はもう、明日もある人なんだな。まあ、明日のない人はね、ゆっくりしておるっていう、なんかそんな感じ、まあ見た感じだけど、そういうことで、ね。だから、ハイエースが多いな。見た感じ、ハイエースが多い。まあ、トラックの人はね、八百屋さんね、八百屋さん、ジャガイモとかキャベツとか、ああいう、八百屋さんはもう二トン車ですわ。二トン車で山のように積んできてね。で、もう、なんていうの、リンゴとかね、キャベツとか白菜とか、山のように積んどってね。で、それを、なんていうの、バケツみたいなものにどんどん入れてね。で、売るわけ。で、まあ、朝見とるとあんなにね、リンゴでもね、たくさんのリンゴ、で、キャベツったらこんな山のように積み上げて、ね、あんなの売れるんかなと思ってると、結局、
全部な売って帰ってっちゃうね、あれね。まあ安いのかどうかちょっと、まあ、自分は要はちょっと値段のことは分からんけどね。まあ、なんせ大変な量を売るわ。本当にびっくりするぐらい売るよ。売っとる。でね、土曜日とか日曜日とかね、春休み、冬休みとか、ああいう時になるとね、その、自分らが中村公園で言うと、斜め前のところで、八百屋さんが1、2、3、4、4人、5人ぐらいで売っとるんだな。二トン車で来るわ、どっかから。二トン車でもちょっと長い、ロングボディ、長いやつで、ね。それで、そこで撮るんだけど、そこにね、お兄さんが中学生。で、弟が小学生。それで、もっとちっちゃいね、小学校一年か、まあ、保育園ぐらいの女の子が俺、三人がね、売るわけ。それ見とると、もう、ほんとに、あれ見とっても一日楽しい。それね、売り方がうまいんだよ、やっぱ。で、親父がおるんだけど、親父も多分お母さんもおるんだけどね。親父がなんかね、隅っこの方で黙ってるけどね。その三兄弟がね、売るわけ。長男、次男、長女みたいな三人がね、立っとってね、売るんだ。そのじいさんばあさんにうまいこと言ってね、売りつけるわけ。で、見とるとね、これもう絶対、学校卒業したら、これやってきゃ、もう一生食いっぱくれないなと思う。で、もう、小学生の5年、小学校5年ぐらいの、弟の方に、お前なんで学校卒業したらこれやるんかったらやりますって言ってた。もういいや、もう。ほんで、お兄ちゃんも中学生でさ、頑張っとんだって、そこでいつも。だからね、楽しいよ、そこ行くと。だけど、学校休みじゃないと来ないからね。だから、で、妹もおるんだ。妹もそこそこ。頑張ってんだ。妹はね、小学校1年から保育園からそのぐらいだ。小さい山だ。で、なんていうの、トイレかなんかに行くときにさ、うちらの前通ってくときなんかね、ご苦労さんですって言ってね、本当にね、もう学生って感じじゃない、本職の露天商みたいな、ご苦労さんですとか言って通ってくんで、誰かなと思ったら、何のことない中学生、そこの、八百屋の中学生。まあだからね、世の中ってそういうもんだなと思って、何を勉強してさ、いい高校、いい大学、いい会社なんていかんなってね、それ露天商やりゃいいんだから、別に売れるんだから、なもう、ずっともうだから見た感じ、もう何十年ってやっとるんだってさ、全部、そんな、べらぼうには儲からんけど、食ってくぐらいはあるわ、多分。と、ほんと思うよ。知らんけど。もう、うちらみたいなさ、日用雑貨の、片付け仕事やって、まあ、大半は、まあ、8割ぐらいはゴミだけどさ、まあ、2割ぐらいは、保管しといて、そいつを入れ替え、立ち替え、入れ替えしながら、露店で売っとるなんていうのでないんだって、もう、バンバン売るんだよさ。まあね、いろんな社会があるなと思って。で、ちょっと待ってね。それからまあ今自分が持ってる暗号資産ね、仮想通貨は、まあビットコインね。もう自分が持ってるやつ。量はちょっと、いろいろだけど、ビットコイン。それから ADA ね。ディスク。IOST。それからステラルーメン。ステラルーメンね。それからファイルコイン。ファイルコインは最近買ったな。で、トロンも最近なの。で、こちらに数字が書いてある。これ、時価総額の順位でね。まあ、ビットコインが1位だな。で、エイダが6位。それから、リスクが116位。それから、IOST が96位。ステラルーメンが16位。ファイルコインが18位。トロンコインが20位と。こういうことだ。で、まあ、これだけは、もっと、まあ、これ以上はね、ちょっと、今のところ、買う、種類増やす予定はないんだけど。まあ、ちょっとわからんけどね。まあ、何が、どうなるわからんで、まあ、決めとるわけじゃないけど。それから、やっぱりね、ヤフーのオークションをね、やろうと思ってね。まあ、自分は、ヤフーの会員じゃないでね、オークションでやれないんだ。まあ、実際今ね。だけど、まあ、ちょっと考えようかな。ヤフーのオークションちょっと練習しようかなと思ってね。で、出品のやり方を習ってね、オークション。ただしね、クレジットカードがないんだ。クレジットカード50万円不正に使われたもんで、もう頭に来てやめちゃったんだ。クレジットカードね。で、まあ今どこ行くのも現金だけどさ。クレジットカードがいると思うんだ。ヤフーの会費が、クレジットカード払いになっとるもんで。うん、だからまあ作らなあかんかなと思うんだ。クレジットカードね。
それから、なんだった？あ、売るもの、とりあえずここにあるんだけど、うちにあるもの、扇風機、ジューサー、なんだったそれ、財布、それから、これなんだった？あ、双眼鏡。あかん。これ双眼鏡はね、もうこれ今日マスだっていう人にやるからって、LINE で送っちゃったから。それからベルト。まあ、このようなものを一回売ってみようかなと思って、ね。それでその、まあ、今言ったマスダさんって、名古屋のマスダさんっていう人がね、まあ、自分の仲のいいマスダさんなんだけどさ、ヤフーでいろいろ売っとるんだよ。まあ、出したもんじゃないけどさ、もうこんなもん買うのが、こんなもん買う人がおるのかっていうようなものを売っとる。まあ、それはそれでいいんだけど。だから、一日行ってさ、写真を USB に入れてさ、持ってって、ほんで、これをとりあえず、1個か2個ね、ヤフーで売り方を教えてもらうと思うんです。そこの、増田さんのあの家のさ、部屋があるの。自分で作ったような部屋、うん。テーブルがあってさ、パソコンがある。で、そこで行ってね、ちょっと自分パソコン持ってて、ヤフーのオークションに出品の仕方をね、習おうと思って、まあ、一日で行ったら覚えれると思うんだけど、ただし、その、会員にならない。一ヶ月あれ、確かね、400円か500円ぐらいだったかな。会員にならないとね、出品できないんだ。昔やったことあるけどね、もう忘れちゃう。うん、で、とにかく、これね、ヤフーにちょっと売ろうかな。だからね、まあ家にあるものもあるし、それから古物の、古物商のおじさんのとこにもいろいろあるもんで、それをちょっと、売るで、くださいよと、くださいよって、ただでくれるって。ただでもらってくるわけだけど、まあ、いか、それはあかんって言うかもしれない。いや、持ってけっていうようなものをもらってきて、写真撮って出品しようかなと思って。ちょっと練習せなあかんで、練習した方がいいかなと思って。それから、また東京とか、どこだった大阪の方から、非常事態宣言が出て、まあ、酒出すところは、まあ、店閉めろみたいな感じで言ったんだけど、ホリエモンの今日 YouTube 聞いとったらさ、禁酒法、もう昔アメリカであった禁酒法、これちょっと、あれ17がちょっとかすれちゃった。アメリカの禁酒法ができたみたいなもんで、現代の禁酒法がやってきたみたいなこと言っとって、なるほどなと。酒売っちゃいかん。めちゃめちゃだ。あれちょっとこれぼやーっとしてる。いいか。それで。そういう見方があるんだと思って、なるほど。禁酒法がいよいよ制定されたということで、なんかこのニュース見とったら、東京の都知事が、8時以後のネオンとか、いらん照明は消せとか言っとる。どういう関係かって、ネオンとかさ、照明とか、そういう明かりがさ、8時以後消してさ、じゃあコロナがどうなるかって、わけわからん。なんでもね、コロナにやって、カッコつけちゃってさ、やれやん、どうなっとるんだろう。それから最近ね、びっくりしたのね、このね、ビットコインのドミナンスっていうのがあるね。だいたい 60% ぐらいだと今までね。ところがね、あれこれ、ちょっとおかしいな。最近 50% 悪い勢いでね、まあ要は、ビットコインが、もう世界中の皆さんがさ、ビットコインを売って、で、ビットコイン以外を買っとるってことなんだ。だから、仮想通貨全体の中のビットコインのお金が 50% でも今、もう 50% 切りそうなんだ。だから、世の中変わったなと思ってね。だからもう、なんていうかな、皆さんもビットコイン売っちゃってね、他のものを買っとるんだな。だから他のものがベータがこれから上がってくるんじゃないか。まあ今一緒になって下がっちゃう。で、まあ、ここ最近何日かビットコインがもう暴落、もう本当に暴落と言っていいぐらい、
下がっとるんだけど、これは結局分かっとるので言うと、アメリカのその税制ね、税金の制度がまあ悪くなりそうだという、これ噂なんだよ。噂が出とるだけ。本当になるかどうかわからんけど、まだ。だけどまあ、これ、大統領がそういうことを言ったわけじゃないんだけどね。そうなるらしいみたいな話だ。それでドーンと100万下がっちゃった。うん。ビットコインが100万らしいって話だけで100万下がっちゃった。どうしようもない。まあいいんだけど。だけどこれはね、別にビットコインに罪がある、うん。ビットコインが悪くて下がったわけじゃない。アメリカの税制が悪くなりそうだと。こういう噂で下がっちゃった。だからこれはまた上がってくる。まあ現に上がっとるんだけど。今、順番に上がってきてる。ちょっと待ってね。どうなっとるか、あれ、ちょっと待ってよ。ちょっと全然上がってるし。今ね、今、どこで上がったかな。もう、100万ぐらい、ちょっと、高いところと比べると100万ぐらい下がった。538万か、今。だから、ガーンって言ったけど、だいぶ戻ったな。ちょっと戻った。やっぱりね、全然噂やもんで、ね、噂で下がってる。まあ、ひどいもんね。まあ、そういうことで、まあ、また上がってくるだろうと思ってますけどね。で、それから、今日ね、朝、パーカーの万年筆のスペアインクを買いました。5本で650円です。パーカーの万年筆。これ、この字ね、この紙に書いてある字は、これ、パーカーの、万年筆で書いた字なんだ、これは。だから、これ書いてるから、インクがなくなるわけ。たまに買えなあかんで。だから、5本入りを買ってきて、で、使うんだけど、多分2ヶ月に、そうだな。1ヶ月ぐらいでなくなっちゃう。ちょっと2ヶ月ぐらいいけるかもしれない。けど、まあ、だいぶ早いとなくなる。まあ、それから、これね。まあ、自分は、仮想通貨売ったり買ったりやるようになって4年ぐらい経つんだけど、4年間ね。4年間だけど、この間300万円ぐらい消えてなくなったから、自分の場合。まあ、要は仮想通貨売ったり買ったりしてるうちに300万円ぐらい、なくなったと。まあ、関連の会社の株、関連会社の代理店で、いくらだったかな？約100万だわ。100万出したけど、その会社が、3年後倒産したとかさ、そういうのも入れての話だけど、だいたい300万ぐらい損した。うん、だけどね、まあ、損したっちゃ損したよ。損はしたけど、あ、ちょっと待ってね。誰か来てくる。あ、違うか。またこれ、17の、なんか、ランクが上がったっていう話だな。よし、それで300万円消えたんだ。まあ、言ってみたら損したんだけど、だけど、まあ、損したとは思ってないね、自分は。そんな300万円も損したらもうやめた方がいいよと。そんな、もう仮想通貨とか暗号資産からもう手引いた方がいいよ。まあ、あんたはそう必要ないからっていう話だけど、損したとは思ってないな。まあ、300万円消えたけどさ、いろいろ分かった。本当に。仮想通貨っていうか、暗号資産っていうものはこういうもんだなっていうことが分かった。うん、だからね、授業料だと思えば、まあ大したことはない。そういうことなの。だから、ほんで、ちょっとまあ一応ギターでさ、歌いながらやるって言っとるもんでさ、一応やらなかった。そうだ、これだな。これ久しぶりに歌うな、この歌。前はこれで、この歌を歌って始まって、この歌で終わっとったけどね。空に星があるように花火の姿があるように僕の心にたった一つの小さな夢を買いました。
を歌って初めてこの歌で終わっとったね。うん。これはね、荒木一郎さんっていう人が、名古屋の東海ラジオでディスクジョッキーやるときに自分で作って自分で歌って、それで自分のディスクジョッキーで流したの。あの、ラジオね。それでヒットしたという、そういう曲なんだな、荒木一郎さん。まばたきどうしたシクラメンほど昔の言葉がない、出会いの時は君のようです、ただまだ立ちかけた言葉、驚いたように振り向く君に、季節が微笑み染めた吹き行きました。これは東大法学部卒業の東大法学部卒業して当時の第一勧業銀行っていうところに入った小倉圭っていう人が作ってる、まあ歌っとるんだけどね、布施明が歌っとるんだけど、その小倉圭っていうのは、ね、芸名なんだけどさ、大学の時にだからと群馬県か栃木県かあっちの方に行ったら、その村ね、村っていうかその集落が全部小倉っていう名前だったらしい。それで自分で小倉っていう名前。そういうことらしい。で、これは、私は今日まで生きてみました。時には誰かに、しがみついて、私は今日まで生きていました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。これは生まれはね鹿児島なんだけど、その小学生ぐらいの時だったかな、広島に引っ越してきたんだ。なんで引っ越してきたかちょっと忘れちゃったけど、そこの広島の大学を卒業の時に、大学生の時になんかコンクールに出たんだ、東京のなんかのコンクール。で、その時に1位じゃなかったんだけど、2位か3位か4位かね、いいとこ行った。で、この歌手は、よし、自分は歌手の道で生きていくぞ、ということで、それから歌手としてやるようになって、ヒット曲をもうたくさん出しとる、ね。うん。それに、いろんな曲を作曲して、他の、歌手にも歌を提供しとる。もう偉い人です。北の町では悲しい感情で燃やし始めてるらしい。わからないことで悩んでいるうち溺れてしまうから、黙りを通した年月を拾い集めて、あなたダンベルアウト、ヘビーなの
何もない春です。これは船山さんの近くの近くといっても400キロぐらいあるらしいけど、そこのえりも岬というところの歌なんだけどね。まあ実際何もない春ですって言っとんだけど、本当はえりも岬って結構町らしい。いろんな保育園もあるしさ、スーパーもあるし、小学校もあると。こういうことらしい。まあそういうことで今日はまあ終わろうと。ちょっと待ってよ。まあそれだけか。まあいろいろ、今日もいろいろあったけど。まあ、今日は明日はね、明日は銀行に行って、ちょっと2000円振り込まなあかんと。それは忘れちゃった。今日、やらなかった。明日はダメか。明日は土曜日だったかんな。まあ、そういうことで今日は終わりたいと思います。また、皆さん明日来てください。明日はできるけど、明後日はね、笠寺観音だからね、ちょっとやれないかもしれない。まあ、明日はやります。間違いなく。間違いなくていうか、まあ予定ではやると。そういうことです。じゃあまた、村山さん、ありがとうございました。明日また、お疲れ様。村山さんが来てくれるとなんか寂しいな。うん。ではまあ明日はやりますけど、明後日はちょっとね、できないと思うんだけど、まあよろしくお願いします。じゃあまた来てください。